続きがまだまだあってな。今に伝わる三剣を。主様、朝早くに申し訳ありません。お邪魔してもよろしいでしょうか。失礼いたします。これには事情がありまして、副司令に寝物語は私には早すぎるとご相談したところ、代案を用意していただいたんです。この装束もその時に。はい。寝物語とは別に、またお願いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。ただ驚かないでくださいね。変に思ったりもしないでくださいね。では私を主様のお世話係にしてください。うん、驚かないでって言ったのに。それはその、私自分の知らない作法などを見た際に戸惑ってしまうことがありますので、アラビア王族風のお世話を体験してみれば、異国の文化を知りつつそういった部分を改善できて一石二鳥ではないかと副司令から。はい、その通りです。いかがでしょうか。実は私もなんですが、その点は大丈夫なはずです。手引きとなる冊子もいただいたのです。何でもお世話の仕方をまとめたものだとか。ええ、全くもって同感です。お気遣いに応えるためにも頑張らなくてはいけませんね。では早速ですが、主様はこれからお仕事ですよね。わかりました。朝のお世話は、主様のお着替えを手伝う？いえ、やらせてください。これも新たな学びを得るためなのですから。きちんと襟を整えて。主様、できました。いかがでしょうか。いえ、お礼を言っていただくほどではありません。私どんなことでも頑張りますから、何でもおっしゃってくださいね。もちろんです。この話続きがまだまだあってな。今に伝わる。お帰りなさいませ、主様。お待ちしておりました。はい、落ち着けるところで食べていただきたくて、たくさん召し上がってください。アラビア風のお料理です。逸話集の挿絵を参考に作ってみました。こちらはお肉を焼いたものをパンに挟んでいまして、
こちらはお魚やお肉と一緒にご飯を炊いたものです。いえ、お世話係として当然のことをしたまでです。早速召し上がられますか？あ、待ってください。主様が自ら手を使われてはいけません。私がお口まで運びます。と戸惑われるのはわかります。ですが食事の手助けをと冊子にありますから。お疲れの主様にこれ以上負担をかけてはいけないということでしょう。はい、ではお肉料理から。ふうふう、いえ、やけどでもしたらいけませんから、しっかり冷まさなければ。ふうふう、はい、あーん、これも冊子に。よかったです。では次はこちらを。ふうふう、はい、あーん、おっしゃらないでください。余計に恥ずかしくなってしまいます。お粗末様でした。この後はどうされますか？はい、以前お借りした時に一通り。もちろん構いませんが。星が綺麗ですね。アラビアのですか？ああ、だから私が本を読んだかを確かめて。確かに当たり前にあるものほどその美しさには気づけなくなっているのかもしれませんね。私もあの本を読んで気になったものがありました。はい、冒険譚の下りのあの魔法の絨毯です。あれに乗って空を飛んでみたいなと。あ、もちろん作り話だって分かっていますよ。絨毯で空を飛ぶなんてできるわけないですから。え？そんなことがありえるでしょうか。主様、空から星を。すみません、想像したら楽しそうでつい。はい、空に海に、主様と一緒に行きたい場所が増えてしまいました。